さあ、それでは日刊スポーツ映画大賞受賞者の皆さんの受賞コメントをお聞きいただきましょう。まずは、永遠のゼロ、日暮らしの木で主演男優賞を受賞した岡田純一さんのコメントです。まずは主演男優賞受賞について伺いました。本当にいただけると思ってはいなかったので、まあ自分がこうショーとかに絡むような立ち位置にいないと思っていたので、素直にびっくり。 しましたし、嬉しいですね。俳優として認めてもらえるようずっと頑張ってきていたっていうところもあり、まあ何作こうやらせていただいてきましたけど、なかなかこう認めてもらうっていうのには時間がかかるし、自分も至らないなっていうことを思っていたので、なんか山崎監督に取らせていただいたっていう感じが強いので、たくさんの方が自分に あのジャニーズですけど、やっぱあの、賞を取らせたいというふうにしてあの、思ってくれているっていうことは、まあ、共演させていただいたスタッフや、あの監督の皆さんが、岡田に取らせたいっていうふうには思ってくださっていて、まあ、なかなか、ジャニーズとして見られるので、取るっていうことがあんまりないっていうことが見られているので、スタッフの皆さんも、取らせてあげたいねみたいなのを、思って仕事をしてくださっている方が、毎回そういう気持ちはこう受け取りながら、 仕事をしてる感じもありますすし嬉し嬉いですけどねもう存在感が違いますよ盟友の道を一つ開けたっていう感じがやっぱしますよね言葉にも自信もかえるしもちろんその NHK の「大河」でもそうですけど芝居が本当に重厚だして多分この人は本当に増し目ですよすごく役柄に対してでさ,っさっき言った話じゃないですけど高みを望んでたというよりも一つ一つの役を丁寧に演じてきて積み重ねてきた結果 そういういいの場所まで来たんじゃないかなかそしてこの人はやっぱりお客を呼べる人ですからはいもうお客さんがこうこの人が出るならっていうことで A のゼロももちろんさっきね監督のおかげだっていりましたけどもちろん監督の,、うん、その引き出し方もうまかったと思うんですけど岡田さんにはそういう我々観客側が。 こう何か面白いものを見せてくれるんじゃないか、いいものを見せてくれるんじゃないかっていう、そのサムシングですよね、それを与えてくれる感じがすごくありますね、いわゆる説得力というか、うん、さあ、続いて永遠のゼロ、演技論について、えー、このように聞きました大人の男に自分がこう年齢も重ねていく上で、きっちりそういう,こう心を演じれるようになりたいという思いと。 表面のこうかっこいいとかではないこう目の肥えた方々も認めていただける男っていうのを演じれるちゃんと見せれる人物にこうなっていきたいという思いもあってそういう中でこう永遠のゼロというのは日本男児っていうか心を演じる部分も多かったですしそういう部分がこう偽りなく演じることが世代の上から下の方々までも こう引きつけられる人物像っていうのを演じれるんだと思って信じてやっていましたし実際『ゼロ千ノリ』の役ですけど『ゼロ千ノリ』をされていたお存命の方々もあのすごく喜んでくださっていたりとかそれは若い方にも伝わったりっていうのは演じる役者としてはそこが一番嬉しいことですかねあの役所広司さんとかにやっぱむるそい質問攻めしてたらしいですよ。あ 学び吸収したいいっていうかすごくなんか誠実なんですよねでかっこよさに関してもだからさっき「花がある」って言ってたんですつまりそれって選ばれてるわけじゃんでもそんなところに全く甘んじてないんですよねそれはもう第一スタートなんだろうな、うん、多分。 性の色気というかあのこう、うん、そういうものも持っていらっしゃる方ですしね。あと役ラに対して誠実だ誠実ってことですね。さあその高倉健さんについて伺いました。高倉健さんが亡くなられてからですけどあの日本の心を健さんはこう演じられてきていて岡田君がそれをきっちり ついで欲しいしみたいなことというかあの、日本の心を演じれるように頑張ってほしいみたいなことを、業界関係者の皆さんからただ、<laughs> すごく言っていただけることが多くて、やっぱり背中を追っかけて、日本男児っていうか、そういうのも演じれるような役者に、年を重ねてもなっていけたらいいなっていうのは思いは、もちろんありますね、はい、さあ、えー、続きまして、軍師・官兵衛、紅白初出演についてお聞きしました。 年齢を重ねた方のお芝居の方がやりやすくなってきたっていうのが、自分の年齢も含めてですけど、あるので、前半がすごくきつかったっていうのは、閉じた心を開いていかなきゃいけない感じがこう、してピュアにしていかなきゃいけないですし、やっぱりジャニーズという手前、こう、ピュアでまっすぐという役柄っていうのは、いい意味で裏切れない役柄を深く掘り下げていくっていうことがなかなかできないので、 そういう意味では途中から天下を取りに行くっていうことを進言するご運が開けましたぞっていう有名な官兵衛のセリフがあるんですけどそこあたりからはあのだいぶやりやすくなってまあ最初からそこがプランがそこにあったのでそこからはすごく自由にやらせてもらっている感じはありますけどねなんかあのこうやって賞をいただいたり紅白20年目にして 出させてい,た,だいた,りたくさんの方に「おめでとう」と言っていただくことが多い年に最後の方になりましたのでそれはやっぱりすごく幸せなことだなと思ってますし新たな気持ちでまた頑張っていきたいなと思いますしグループの方も歌って <laughs> 頑張って歌いたいなと思いますけどね面白いねえ やっすごい面白いろいろなことを意識されていやもうジャニーズっていうはず<葉>意識してるってことですから、ね、それ役柄の中で言ってるんです役をや演じる上にいて自分はジャニーズのアイドルだって言われ、うん、思われてる手の中でやっていってることをだからすごく俯瞰で見てる、うん、でも役柄のアプローチはすごく情熱を持って近づいていってる中に入りながら客観的に自分を見てる当日ぜひお話を伺いたいですね,ね<ー>いろんな深い話が聞けそうな感じがしてきました 最後にに我々にメッセージをいたただきましたお会いできるのを楽しみにしていますし、いつも大の字さんとして、大きなことがあるとね、しょっぱなに会場を勢いづかせるためにこう、しょっぱなに出てきたりとかっていうのを見てますし、ベテランの技っていうのを、すごくいつもあの勉強させてもらってますので、ぜひ現場でもいろいろ話を聞かせていただけたら嬉しいなと思ってます。 今回の賞をいただき本当に嬉しく思っていますしあの芝居に対しては僕はあの本当に100%楽しんでいただけるように頑張っていくのが仕事だと思っていますのでまた皆さんに面白いと思っていただける興味を引いてもらえる人物を演じれるように頑張っていきますので次回作も楽しみにしていただける男になれたらなと思っていますのでぜひ楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思っています岡田准一でした 惚れたね大の字さんのベテランの技じゃあその前の話ですよさあ<え>漫才の僕らの前座のやつを見てたと思って見てて最初に出てきて勢いつけるって一番見ててほしいとこあちゃんと見てくれてましたね好き <laughs> 小川君が好きベテランの技を教えてください,いやめてください我々から学ぶことないけどそういうこと言われてそんな礼節をね尽くされたら男だったらそは折れちゃいますよ であの僕同世代というか同級生というか同い年でやっぱ木村拓哉さんって圧倒的な、ねまあ、花も色気もそして演技に関してもものすごくあのこだわりの持ってる名優ですよ、あのー、いますけどで 5, 年5歳ぐらい年下ですよね確か岡田さんは35歳34歳、うん、80年その世代の人たちの代表じゃないですかもう,もう本当に、うん 代表格で今回あの広末涼子さんも賞に並んで同い年でこの皆さんのねホント年と言いますか、えー、そうねで今年あの今,週あの今週ちょっと V6 の曲についてこうやってちょっといろいろ掘り下げて木曜日やってるんですけど改めてそのこの岡田さんのこのインタビューを聞いた上でもやっぱり印象付けられたけど V6 っていいグループだなってこんな人いるんだもんこんな人いるんだもん そんなグループ考え方を持ってる素敵な人がいるグループなんだから V6 がかっこよく見えるんだよねしかも V6 に入ると一その V6 メンバーとしてやってらっしゃるとか、うん、ねえいやこれは2015年また映画でちょっとまたどんなの見せてくれるのか楽しみだしこれは28日でさっき言いましたよねお会いできるの楽しみだって言いましたよね それはないよ <laughs> 岡田ちゃんそれはないよっい、ま、その格好じゃん <laughs> ちょっと待っ<あ>だか格好じゃんちだ <laughs> に入れるようにお願いします <laughs>、えー。ええ永遠のゼロ、えー、こちら、えー、主演男優賞を受賞した岡田純一さんのコメントをお聞きいただきました。さあ、それでは日刊スポーツ映画大賞受賞者の皆さんの受賞コメントをお聞きいただきましょう。まずは、永遠のゼロ、日暮らしの木で主演男優賞を受賞した 岡田純一さんのコメントですまずは主演男優賞受賞について伺いました本当にいただけると思ってはいなかったので、まあ、自分がこう賞とかに絡むような立ち位置にいないと思っていたので素直にびっくりしましたし嬉しいですね俳優として認めてもらえるようずっと頑張ってきていたっていうところも まあ何作こうやらせて頂い,いてきましたけどなかなかこう認めてもらうっていうのには時間がかかるし自分も至らないなっていうことを思っていたので何か山崎監督に撮らせて頂い,いたっていう感じが強いのでたくさんの方が自分にあのジャニーズですけどやっぱ賞を撮らせたいというふうにして思ってくれているっていう。 いうことはまあ共演させていただいたスタッフやあの監督の皆さんが岡田に取らせたいっていうふうには思ってくださっていてまあ、なかなかジャニーズとして見られるので取るっていうのがあんまりないっていうことが見られているのでスタッフの皆さんも取らせてあげたいねみたいなのを思って仕事をしてくださっている方が毎回そういう気持ちはこう受け取りながら仕事をしてる感じもありますし嬉しいですけどねもう存在感が違いますよ 名優の道を一つ開けたっていう感じがやっぱしますよね。言葉にも自信もかかるし、はい、もちろんその NHK の大河でもそうですけど、うん、芝居が本当に重厚だして、た分んこの人は本当に真面目ですよ、すごく役柄に対して。でさっきさっき言った話じゃないですけど、高みを望んでたというよりも、一つ一つの役を丁寧に演じてきて、積み重ねてきた結果、そういう、うういわゆる名優の場所まで来たんじゃないかな。そしてこの人やっぱり、ね、お客を呼べる人ですから。うん 花がありますよね。はい。もうお客さんがこう、この人が出るならっていうことで、A の0ももちろんそれさっきね監督のおかげだっていうのもありましたけど、もちろん監督の、うんうん、その引き出し方もうまかったと思うんですけど、岡田さんにはそういう,う我々観客側がこう何か面白いものを見せてくれるんじゃないか、いいものを見せてくれるんじゃないかっていうそのサムシングですよね。うん、それ与えてくれる感じがすごくありますね。うん、いわゆる説得力というか。うん。 さあ続いて永遠のゼロ、演技論について、このように聞きました大人の男に自分がこう年齢も重ねていく上できっちりそういう,こう心を演じれるようになりたいという思いと、表面のこうかっこいいとかではない、目の超えた方々も認めていただける男っていうのを演じれる、ちゃんと見せれる人物にこうなっていきたいという思いもあって。 そういう中で、こう、永遠のゼロというのは、日本男児っていうか、心を演じる部分も多かったですし、あのー、そういう部分が、こう、偽りなく演じることが、世代の上から下の方々までも、こう、引きつけられる人物像っていうのを演じれるんだと思って、信じてやっていましたし、実際、ゼロ戦乗りの役ですけど、ゼロ戦乗りをされていた、お存命の方々も、あの、すごく喜んでくださっていたりとか。 それは若い方にも伝わったりっていうのは演じる役者としてはそこが一番嬉しいことですかねあの役所広司さんとかにやっぱ「むるそ質問責め」してたらしいですよ学び吸収したいっていうかすごくなんか誠実なんですよねでかっこよさに関してもだからさっき花があるって言ってたんですよつまりそれって選ばれてるわけじゃんでもそんなところに全く甘んじてないんですよね それはもうう第一スタートなななんんだろか高倉健さんが持っているような性の色気というかそういうものも持っていらっしゃる方ですしねあと役矢に対して誠実だ誠実ってことですねその,その高倉健さんについて伺いました高倉健さんが亡くなられてからですけどあの日本の心を健さんはこう演じられてきていて。